まあ、総務省の内部文書の問題に話を移したいと思います。この件ですが、まず放送法4条が問題となっているわけでございます。で、まず放送法4条に関して、私の考えを申し上げさせていただきますと、放送法4条の政治的に公平であることの文面は、撤廃すべきと考えております。理由はですね、放送内容が政治的に公平であることというのが、まあ、不可能じゃないかと思うわけですね。まあ、そもそも公平であるか否かの判断というのが人それぞれでありまして、確定できないのではないかと考えます。であれば、政治的公平ということは諦めて、まあ、国民の共有財産である電波はオークション制度などで運用するのが適切であると考えます。で、まあ、話を文書の話に戻します。今回配布資料にですね、特に問題となっていると思われる部分を用意しました。例えば資料6です。こちらですね、高市大臣と総理の通話内容が書かれております。先日の予算委員会ではですね、この部分について高市大臣が答弁されていたと思うわけですが、まあ、その中で、まあ、仮にここにある内容が事実だとした場合、総務省が組織的に総理か閣僚を、まあ、盗聴していたことになるのではとおっしゃられていたように思います。私の電話に盗聴器でもついてるんでしょうか。まあ、だとすると総務省としての大問題ということになりまして、まあ、その内容が正確であるか否かというのは重要な問題であると言えます。先日の予算委員会において、まあ、総務省の今川官房長ですね、はい、がお話しされていた、まあ、行政文書に関する内容で特に重要だと思ったことを取り上げます。正確性については行政文書であるか否かとは別の概念、また文書の正確性が確保されたものも正確性が確保されていないものもあると、まあ、このこういったことはですね、非常に重要だと思います。おっしゃる通りだと思います。というのもですね、デタラメを書いてそれを行政文書としてしまえばいくらでも悪用できるわけでございます。というわけで、行政文書であってもその正確性を確認する作業というのは今回の問題解決には非常に重要なのではないかと思います。まあ、そのために今後どうするべきか、私としてはですね、ちょっと非常にデリケートな問題だとは思うんですけれど、これを書いた人に、まあ、尋ねるのが、まあ、効果的なんじゃないかなと思います。ただこの先の話については、まあ、総務省としても調査中とのことで、ありますし、まあ、一方で世間で大いに関心が持たれていることもあり、取り上げさせていただくことをご容赦ください。今回の文書を書いた可能性のある人の、まあ、名前としてですね、一番出てくるのが西方という名前の方です。配布資料ではですね、資料の7にその名前の記載があります。で、まあ、資料の8にですね、まあ、名字だけ一致ということで、ちょっと本当に大変恐縮なんですけど、その西方という名字の方のですね、経歴と写真を用意させていただきました。この方の情報がですね、すでに SNS 上でたくさん指摘されておられます。まあ、繰り返しになりますが、まあ、記載された方がですね、この方でこの方と一致するかどうか確定したわけではないと、まあ、承知しておりますが、一方で世間の関心も高まっておりまして、まあ、私は、まあ、政治家としてちょっとこの点は踏み込んでいく必要はあると思います。そこで、まあ、西方信房氏について、まあ、総務大臣に伺っていきます。まあ、西方氏なんですけれど、すでに渦中の人物となっているわけで、まあ、今後の安否が、まあ、心配なわけでございます。まあ、心のケアであったり、まあ、安全保障をすべきと考えますが、いかがでしょうか。松本大臣。SNS において、当初の特定の職員が情報提供者なのではないかという趣旨の投稿があることは、承知をいたしております。情報提供者が特定されたかのような投稿が見られることについては、あえて申し上げたいと思いますが、全くの憶測に過ぎず、大変残念に思っております。総務省ではすべての職員の心身のケアが重要であると考えており、当該職員につきましても、引き続き適切に対応してまいりたいと思っております。浜田君。はい、承知しました。まあ、以前、森友事件というのがありました、死人が出ております。まあ今回については、そういったことを、まあ、避けられるようにですね、まあ、総務省
の全職員につきましても安全にご留意されるのがいいのではないかなと思います。